ちょっと時間があるんでカイト君の、激アツレッスンのコーナーで視聴者参加型レッスンをやってみたいと思います。今日はボランティアで来ていただいている小林さんです。よろしくお願いします。小林さん、お悩みは何なんですか？そうですね、実はK2ヘルニアでここ5ヶ月間ぐらいゴルフができなかったんですけども、まあ、できなくて、せっかくゴルフが回復してきたのでできるっていうことなので思い切ってスイング改造したいなと思ってるんですけども、立て直しと合わせてね、はいはい、どうしてもインに引きやすい癖があって、インに引いてインから入れようとするので体にすごい負担かかってるよっていろんな上手い人たちから言われてたので、その癖をちょっと直したいなと思ってます。カイトさんどうですか？ちょっと思い当たる節ありますか？はい、ありますね。そういうこと？はい、だからちょっと今もちょっともうちょろっとやったんですけど、もう今のスイング見ていただけたらだいぶ変わってますよ。ヒロさん、田中さん見てくださいよ。何その人たちも座ってる人なの？この人その人たちにもよそから習ってる人なの？でにアドバイスをもらったって言ってたから、うん、だからもうちょっと見ててくださいよ。はい、いいですか？はい、はい、じゃあ今の普通の、はい、結構もう変更した。え、もうやったの？もうやっちゃった。え、もういいんじゃないの？じゃあちょっと捕まりすぎました。ちょっと捕まりすぎですね。これインから入ってんの？違うです、インに上げたくないんです。どうしてもこう引いちゃう癖があって、うん、今ちょっとこう直してんだ。はい、上げる。いや、もう大丈夫です。あ、もう始めるの？はい、激アツイメージ、はい、この中のこの棒と棒の間に自分の体が収まってると思ってます。はい、でこの棒が常にあると思ってその中でスイングしてください。はい、そこからはみ出ないように、はい、体が、だから常に自分の周りにはこういう棒が立ってて、この中でプレー、体を動かさないと棒が当たるっていうイメージで打ってください。はい、かっこいい。ちょっと、はい、小林さんはここからこういう癖があるんです、はい、左足腰が伸びちゃう。それダメなの？ここが伸びると体肘が上に入ってくるんで球は右左両方に行きやすいんですよね。フェースが開いちゃうと右だし、逆にかぶっちゃうとビューッと左に巻いちゃうんですよ。で逆にこれでこの動きでいい当たりするとめちゃくちゃ飛ぶんですけどそれとフェアウェイキープ率、ドライバーだとフェアウェイキープ率、アイアンだと縦の距離もそうですし、パンオン率もどんどん下がってきちゃうんで、やっぱそこら辺の一定にしたいんで、この動きはやめたいですね。これはどうすんの？こう動きたいです。ああ、回すんだ。股関節が左に入ってこないから上げてこういう動きになっちゃうんです。この動きに持っていきたいんで、自分のここにはこういうバーがあって縦のバーがあると思ってで、フィニッシュ行く時にこうじゃないですか。はい、この時も伸び上がらないようなイメージで腰が股関節をしっかり使うイメージです。こうなるのを、そうで、こうなるのをここに一本体の背骨からもお尻からも棒が出てるぐらいのイメージで、はい、これでイメージして、そうです、そうです、そういうイメージです。はい、このイメージで球をちょっと打ってみてください。そうするとインから、そうすると、うん、そうするとインから入った後の、うん、この伸び上がりがなくなるから、うん、ドロー打ちたい時のプッシュアウトスライスが減ります。よいしょ、めっちゃいいです。球高くなった。球高くなった。うん、ありましたね。あれはこうやって上がると、はい、フェースが立って当たりやすくなるんですよ。腰が上がると、うん、手はこっちに伸びてくるんでフェッチファンドファースに当たるから球は低くなるんですけど、ここでこうクリアになってくるとハンドファースがちょっとストレート気味に入ってくるんで勝手に球が上がるようになるんです。
ボールの位置も何も変えずにスクエアに入るってこと？そうっす、割とスクエアに入る、うん、レベルに入ってくるんで、うん、上からも入りすぎず下からも入りすぎずっていうすごいいい状態になるんですよね。トラックマンの数字で言ったら多分今のでマイナス2ぐらいですかね。 PGA ツアーの選手とか日本のツアーの選手もみんなマイナス2からマイナス4の間でアイアンを打ってるんで、逆にこれをやっちゃうと上からめっちゃ入るんでマイナス6とか5とかあらない数字になっちゃうんです。そうそうそう、今のは完璧にここのワークから体がこっちにずれたからですね。だから状態が右に落ちて手前打っちゃうんです。今はめっちゃいいですよね。どうなの小林さん、やってみて何か変わりました？すごい分かりやすくなりました。でもなんか無理して今まで打ってたりとか、この伸び上がりとかも多分体にすごい負担がかかってたんだろうなと思うので、今すごい軸意識してなんかそんなに余計なこと考えずにシンプルに回転してるなっていう気持ちで打ててるので、余計なこと考えないで済んでます今。おー、構え方が僕とめっちゃ似てるんですよ。うーん、クラブの握り方が。それはすごい嬉しいです。すごい似てます。右手の親指の位置とかもすごくに、ここの隙間とかもすごい似てて、だけどここの隙間って結構埋めた方がいいんです。あー、どこ？じゃあもっとこう、ここです。ちょっと絞った方がいいです。ここは俺は僕アメリカの住んでた時にアメリカのコーチにめっちゃ言われました、ここの間を埋めろって。するとどうなんの？これするとこの緩みがなくなるから、あのとっさのフェイス、あのプロがこうやって離すじゃないですか、うん、あれってやっぱりちょっと開いて入ってるとかかぶって入ってるって言ったら応急処置なんですよ。その時にあのちゃんと効果が発揮できると。これが相手持ってるとそのままクラブがかぶってきちゃったりとかするから、あのいざという時に困るって言われて、それで僕ずっと締めるようにしてるんですよ。だからもうパー3とかでもやべえみたいなあるじゃないですか、そういう時に左引っ掛けとかそういうのがなくなります。なくなりやすくなる。ごめん話途切れたあれなんですけど、俺と似てるから何だったんですか？俺と似てるからすごい親近感が湧いて見やすい。ああ、そういうこと。分かりやすい。強くなった、強くなった。元言ってたあのインから入るってやつどうなったんですか？インに上がるんですよ。インに上がる、インに上げちゃう。ああ、今はちょっと外目に上げる意識してる。行ってみましょうか。そうかな。ちょっと結論行きたいんですけども、はい、なんか何やったんでしたっけ？小林さん教えてください、はい、習ったこと。あの自分の周りに棒があるイメージで、どうしてもそれを自分はスウェーして多分出ちゃうと思う。その中でしっかり回転して、そのためには背骨に一本軸がある意識をしっかりして回る。そして左腰が伸び上がる癖があるので、しっかり腰を左に回していく。低い状態でフィニッシュするように気をつけるというふうに激アツレッスンしてもらいました。体の負担を減らしていい球を作ろうでした。